行き上がった。あれ、また祭壇？ほうほう、似ているが違う。もっともっとずっと古くに作られたものじゃ。さっきの祭壇は義賊を封印するためのもの。この祭壇はセトラが義賊と語り合うために作ったものじゃ。語り合うって、なんで？義賊は敵なんだよね。ほうほうほう、善悪や敵味方の区別など
時々の状況がそれを定義するに過ぎん。さあ、ナナキ、お前の力で道を切り開くのじゃ。姿を変えていく。45年前、一人ここまでやってきた戦士はその全てを一瞬に引き受けたのじゃ。
強くなったのまあね、戦士の試験はこれで合格。ほうほうほう、わし一人じゃ決められんの。え、あの戦士の意見も聞こうではないか。
戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって。セト、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが、崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。母は、母さんは知ってたの？ほうほうほう、知っておったと思う。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。なんで教えてくれなかったの？教えたら一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、ナナキ。オイラが小さくて弱かったから。ほうほうほう、あの小さく非力だったナナキがこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。ナナキよ、お前はこのまま旅を続けなさい。オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃ、ナナキ。クラウトたちの言うことをわしは信じようとしなかった。セミナーの連中がしそうな話だとな。新しいものを見ても聞いてもなんか知ってるような気がしての。偉大な知見が含まれているかもしれん可能性をわしのこの目は見過ごすようになってしまった。じっちゃん、若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。行け、ナナキよ。この谷でジジイ色に染まるな。目が曇り耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。ナナキを頼む。ああ、わかった。うん。試験は不合格。修行を積んで出直してこい。できるな、ナナキ。もちろん。だって。オイラはコスモキャニオンのナナキ。戦士セトの息子だ。勇猛にして果敢な戦士セトよ、そなたの一族に再び我らの願いを託したい。
さすが瀬戸、寛大な心に感謝する。戦士七騎、そして瀬戸らの民よ、共に来てくれ。じっちゃん。ほうほうほう、面白いことになってきたの。報酬は2000だな。ただでいい。行くぞ。状況が分かんないんだけど、これ何？私マテリアハンターなんだよね。ウータイのために戦ってるんだよね。ちょっと黙ってくれません？てか普通に怖がる状況とちゃいます？だってなんか礼儀正しいじゃん、あの義賊。そういうのが実は一番怖えんだ。気抜くなよ。我らの住処へ案内して、さあお乗りください。言ったらなんかいいことある？すんごいマテリアくれるとか。奇遇ですが、我々もマテリアを求めているのです。船の揺れに体を合わせるといいよ。こんな器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。うん、マテリアのためだもん。静かに、よしが聞いています。聞かれちゃまずいのか。欲しが知ると、それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラは少々寛容の精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。なあなたが継承したのは血だけのよう。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。そうなの？セトラの日々は過酷です。知らない方が
長く生きられるでしょう。でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして。気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して。すっげえ痛かった。確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたのなんの。わけがわからないよな。生き延びてみたらこんな世界だし、それになんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を。つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。ちょっと付き合ってくれ。いいけど、何？歩きながら話すわ。なあ、クラウドの様子は？重度の魔鋼中毒って感じだな。今のところ回復の兆しはない。まあちこち当たってみるよ。そっか。元気になったらあいつ得意げに話すんだろうな。魔鋼中毒からの帰還とかそんな話をさ。クラウドってそんなやつか。自分を価値ある人間に見せようと必死。そんなことしなくたって俺たちは一目置いてたのによ。へえ。そうだザクス、あんたも何でも屋やったらどうだ。何でも屋結構需要あるぜ。考えとくわ。ここでよくデートの待ち合わせをしたな。ねえ聞いた？見ろよこれ。何7番街の壊滅は神羅の自作自演。神羅の横暴を見過ごすわけにはいかない。民衆の怒りを思い知らせよう。神聖アバランチメンバー募集、希望者は野外集会所で待て。うわ大胆だろ。こんなの神羅にも筒抜けだぞ。希望者が集まってもみんな捕まる。捕まえるなんて面倒なこと神羅がするかよ。いきなり撃たれてそれでおしまいだ。だったらなおさら。でもアバランチにはそんなことはものともしないバカ野郎が必要なのさ。え、おいまさか行くつもり。あもう。プレートからだと亀裂がもっとよく見えんのかな。
あんたは人生の目的とか意味とか考えたことあるか？あるかな。うん、めちゃくちゃ考える。見かけによらない。神羅に入ってからいろいろあったんだ。いやもうほんといろいろ。俺も目覚めてからずっと考えてる。おかげで毎日自己批判だよ。神羅がどうにかしてくれるさ。まあそうだろう。なあビクス、さっき何でも屋は需要があるって言ってたよな。ああ。誰かもうやってんの？何でも屋。クラウドに決まってるだろ。あんた本当に友達か？クラウドとはいつ知り合ったんだ？え、俺は作戦の前の日だから、あれ何日前だ。ああ俺どうも時間の感覚がおかしくなってるな。あ、それ俺もなんだ。どういうこと？俺に聞くなよ。お腹の中にいるこの子はどうなるのかな。幸せになること間違いなし。俺はさ、お一人様お一つまでね。空の裂け目。2番目か3番目が好きなんだ。また大きくなって。居心地が良くてさ。うん、みんなでやるかやらないかを決めるより、どうやってやるかを考えるのが性に合ってる。いいじゃないの。どうしてそんな俺が残されたのか、話はそこに戻る。必要なんだろあんたのその性分が。誰が求めてるんだ？エアリスと一緒にいた兄ちゃん。風を吹かせたやつ。あの風、誰が吹かせたんだろうな。俺に聞くなって。そろそろだ。用心してくれ。ああ。誰もいない。気持ちいいくらいな。ま、神羅もいなくてラッキーっとは。誰だ？え、あれ応募者？はあ、んなわけないじゃん。あんな雑なポスターで集まるやつらの間抜け面を見てやろうと思っただけ。でも残念、当てが外れちゃったみたい。じゃあね、私行くから。俺の使命はこれじゃなかったみたいだ。意味なんてなかった。俺は選ばれたわけじゃ。付き合わせて悪かったな。ビッグス！なんか見つけようぜ。世界が終わるなんて誰が言い出した？なんか変だろ。どうしてみんなそんなことを受け入れてるんだ。このままじゃダメだって。探そう、なんか見つけよう。なんかってなんだって話だよね。今はまだ思いつかないけど、夢とか希望とかそういうのを見つけて、それをグッと抱きしめるんだ。グッと？なあ、ギュッとでもいい。あんたいいやつだな。考えとくよ。じゃあまたな。クラウドの見舞いもそのうち。ああ、ちゃんと考えろよ。俺も家に帰りますか。うちだってよ。
ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。ビッグスいたぞ。元気だった。本当？今度来るって。やったー。父ちゃんやティファのこと知ってた？あ、ごめん、その話はしなかった。もう、ザックス、2階の様子を見てきておくれ。おう。必ず会えるよ。みんな同じ場所を目指しているんだから。いつ？そんなに先じゃないと思うよ。ただいま。風、エアリスだろ。もしもし。到着です。ようこそ、義賊の祭典。